はい、ということで今回はですね、久しぶりのカーパーキングでございますが、今回やりたいことはですね、こちら FK8 のシビックをドリスピのカーバンクルにしたいということでですね、これは新たな試みですね、カーパーキングとドリスピのコラボというわけですね、僕が勝手にコラボさせてるだけですけど、はい、ということでちょっとですね、カーバンクルどんな感じか見てみましょう。はい、こちらですね、こちらがシビックタイプ R FK8 カーバンクルということで、黒い部分はカーボンではないという感じですね。はい、で、まあ、全体的にワイドボディでエアロもガンガンついてて、で、まあ、ちょっとこの赤とオレンジですね、まあ、赤とオレンジなんですよ、基本は。別にグラデーションとかっていうわけじゃないんですよね。で、まあ、こういうステッカーがだいぶ少ないですけどね、これ。ただエアロがちょっとガンガンにこうなんかボコボコなんで、これはですね、バイナルで再現する必要があるのかもしれないですが、はい、ではちょっとやっていきたいと思います。さあ、まずはですね、パーツを買うところから、やりましょうということで、まずフロントバンパーですね。フロントバンパー、これは純正を買ったらもう全然ダメですからね。この黒の部分はバイナルが乗らないので、これは全然違いますね。これなんかアウディみたいなやつ、違う、あ、これも違う、あ、もうじゃあもう今ついてるやつですね。これがまあ一番形的にはまあ似てますね。で、そしてちょっと先にボンネットを見ましょうか。あ、これすごい一緒や。ちょっと端っこが違うねんけどな。こう真ん中のこれ一緒ですね。このなんか、なんて言ったらいい、ダイヤモンドみたいな形のこれ一緒ですね。これでいくか。ウィング、ウィング、ウィング、ちょっとウィング見にくいですけども、ウィング、あー、ないなー。まあこれでいくか。ちょっとね、これはコネクションロッドはついてるんですけど、こういう感じじゃないんで、うわー、これリアバンパー難しい。あー、これにしようかな。これで下を黒く塗ったら似たような感じになりそうですけどね。これは1本出しか。いやー難しいな、これめっちゃ難しい。でも赤のラインない方が良さそうですね。ちょっと今ついてるんですけど、シャープ2番、これでいきましょうか。サイドスカートですね。サイドスカートで後ろのリアフェンダー決まるので、あ、決まらないですね。あれ、ちょっと待てよ。ちょっとこれはサイドスカート置いときますね。リア似た感じないですね。リア似た感じ、フロントで選ぶか。フロントで選ぶんやともう確実にこのシャープ2番ですよね。もうこれついてますね。そしてサイドスカートがちょっと見にくいですけども、あー、こ、そうか、これ赤のあれがついてくるから、まあシャープ2かシャープ3かなと思うんですけど、シャープ2はちょっと黒い部分が多いんで、シャープ3にしましょうかね。まあほとんどですね、つけてたやつですね。ほとんどつけてたやつ。じゃあ次ホイール買いたいですけど、ホイールはですね、カリムっぽい感じがいいんかな。これあんまり深リムないですからね。ちょっとこれ似てますね。これにしてみるか。どうですかこれ。うん、まあいいかな、これでいいかな。とじゃあですね、いろいろ作り込んでいきますか。
ということで完成しました。いやまあ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 、あのロゴとかはですね結構いい感じにできたんじゃないかなと思います。でまあこのボンネットもですね、まあ、形的には近いのかなと思うんですけど、やっぱこの顔ですね、顔がどうしてもあの、まあ、カーバンクル の, あの特有の、まあ、笑い顔というかですね、まあ、逆ハの字っていうのがちょっとですね、まあ、再現しかねるかなというところでございまして、まああとはあのなんか独特の色合いを再現するのがまあ難しいかなっていう感じなんですけど、まあこれでもですね、まあ結構まあこうパッと見て、あこれはカーバンクルかみたいな、もうちょっとピンクっぽいんですかね、もうちょっとピンクっぽくしてみようかな。まあさっきとあんま変わんないと思いますけど、まあちょっととりあえず運転してみましょう。さあやってまいりましたよ。このオレンジあれかな、ちょっと馬力が低いかなこれ。あれなんか車の音してますね。なんか車の音が聞こえますが、どこにいるのでしょうか。てかこの道なんや。お、夜になりました。夜なんかどっかでですね車がひっくり返ってる感じですね。お、すぐに昼になりました。やばい危ない。おお、見事、お見事でございます、お見事でございます。あーぶつかった、やばい、大丈夫か、怪我はないか。あー若干左のヘッドライトがですねぐちょっとなってますが、あ、そうか。これあれやな。よし。じゃあちょっとですね、パンパンパンを買っていきたいと思います。さあ、これでですね、パンパンパン買ってきましたよ。おい。お、危な。なんか今ランエボ取っていったよ。いやでもこれいいですね、結構いいですね。どこやったかな。ああ、はい、やらかしました。ドハ、運転しにくいでございます。そしてで、ああマジで、ちょっと消そう。さあこちらですね、こちらは道か、これはこちらは道ですね。ほらさあやってまいりました。ここでございます。ここは人気スポットですからね。
まあ、あのドリスピですから、ドリスピ、ドリスピというのはドリフトスピリッツという意味ですからね。つまりドリフトしなければいけないというわけなんですよね。これ FK8 でドリフトってあんのかな。 FK8 のドリフト車両あるんですかね。まあ FF ですよね、シビックは。 FF でドリフト難しいですもんね。ちょっとこのシビックはですね、馬力をですね高くすることができないので、ちょっとドリフトがしにくいですね。なかなか難しいんですけど、結局はグリップなっちゃってんのじゃないかというぐらい滑らないですけども、でカメラが遠いですね。あ、やらかした。まあやはりですね、このカーパーキングでもこのティルト操作っていうのはすごくですね、ブハッこのティルト操作というのはすごく楽しみがですね深いですね。まあアソルトレーシングでハンコンやりましたけど、まあ僕はですね、このティルト操作も全然好きでございます。ただまあやっぱりスライドペダルがすごい苦手なんで、そこの部分に関してはですね、まあハンコン使った方がこう調整がですね、微調整ができるんじゃないかなっていう感じで思ったんですけど、まあ、結局いろんなゲームをやってみたんですけど、ハンコン対応のゲームはですね、アソルトレーシングしかないわけなんですよね。まあ、コントローラー対応のゲームはもうちょっと見つかったんですけど、ハンコンまで対応してるのはなかなかないですね。いやー、もうちょっとできたらよかったんけどな。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、結構意外と、まあ、数は少ないんですけど、この Q のマークですね、意外となんかめんどくさいので、まあ、ぜひですね皆さんもチャレンジしてみてください。ということでよろしくお願いいたします。